東海の覇者今川義元は家康を手に入れ三河の支配を盤石にすると、いよいよ上洛に向けて動き出す。都へ行くには信長のいる尾張を越える必要があったが、義元は圧倒的な兵力差で信長を一蹴できると考えていた。緊張感のない義元に対し、瀬名と家康は信長の底知れぬ強さを解き、警戒を促すのだった。桶狭間殲滅戦。家康のおかげで三河も安泰。いよいよ終わり攻めの気が熟してきたの。ですわね、おじさま。とはいえ織田信長もそれなりに力をつけてきた様子ねえ家康。ええ、我らがどれほど兵力を見せつけようと、織田は屈することも座して滅びを待つこともないでしょう。ほう、尾張のうつけなどたやすく勝てると思うていたが、そちがそこまで申すなら気を引き締めねばならぬか。ならばよかろう。余が自ら陣頭に立ち、全力をもって織田の羽虫どもを踏み散らしてくれようぞ。まあなんて頼もしい。これはもう当家の圧勝間違いなしですわね。まずい、余計なことを言ってしまったか。いずれ天下の覇者たらん。おじさまのため頑張りますわ。尾張のうつけが相手とて手加減無用ぞ。完膚なきまでに踏みつぶしてやれ。おじさまの怖さを思い知らせてやるのよ。伝令、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておる。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たる者、堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。田楽狭間に二打を運び入れよ。任せなさい。ありゃ今川勢の戦いか。奪ったれ。圧を投げる。終わりよ。盗っ人めが返り討ちにしてくれん。うむ、押さえた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがいい。わしず砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわん。みんな逃げるぞ。近いぞ。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、
桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに参ろうぞ。敵が引いた今が好機。全勝寺砦も攻め落としてしまえ。分が高い。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。かかってまいれ。討ち死に。討ち死に。知らぬアホばかりよ。やはり桶狭間山に敵が潜んでおったか。狙いは奇襲であるが、早々に潰してくれるわ。今川勢が見つかったか。こうなりゃ真っ向から切り込んでやるわ。勝家が動いた。私たちも行こう。かかってまいれ。吉本公とお見受けいたす。探す手間が省けたよ。その首いただいてくぞ。やめよ。この首うぬには釣り合わぬわ。私の意志戦場に示してみせる。任せなさい。私が余計なことを言ったせいで吉本公に微塵も油断がない。このままでは兄上が。さらに今川の将として尽くさば徳川もワンタン。この目は若腹をくくられる。だよな。そうなりゃ俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。まずは上場の戦果。この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者かかれ。おな、敵襲だと。開門。ようやく尾張のうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。湧いた虫を踏みつぶし苦戦している者を助けてやるがよ。何、こんなところにも敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。年家殿、織田に敵すること不本意ながら吉本公の義立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが。どうすんだ。今は寝返ることはできません。お相手願います。親しい相手と戦うのは辛いわよね。義理がたい家康ならなおさらだけど、悪くないわね。この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。このままでは押しつぶされてしまう。みんな遅れるな。かつ通り動くんだ。敵兵の動きに乱れが見える。采配を振るう織田方の将、捨ておけぬ。打ち死に。打ち死に。届き者。お相手いたす。図が高い。
は敵にやることを忘れるな。皆油断なく敵に当たるのだ。覚悟なさい。よかろう。懲らしめてあげる。ああ、物足りないったら。敵将、討ち取ってやったわ。なんと素晴らしき戦果よ。道が開けたわ。みんな、先を急ぐのよ。采配を振るっていた、あの者ら。速やかに討ち取るがよ。来るか。刀の錆にしてやるわ。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。かかってまいれ。兵を落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うツボだぞ。開門。届き者。敵が東西に広がった今が好機。全軍撃って出よう。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。よかろう。これほどの兵を隠してとは申せ。ハムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。熱心抗わぬ。槍のマタザが相手だ。不足はねえよな。骨はないわよね。次よ次。こうなりゃ逃げるが勝ちだ。ここは引くほかあるまい。引かせていただこう。マイロール。あんたの首を取りゃ前代未聞の大手柄だ。悪いが遠慮なく行かせてもらうぜ。はて、何やら猿の鳴き声が。ウキー、ちゃんと相手しやがれ。敵将撃ち取ったわ。フルはなんだか。吉本様の武名天下に鳴り響きましょうぞ。かかってまいれ。敵将撃ち取ったわ。悔しいがここまでか。命あってのものだねだっての。あっ、何が本気なら我らも本気で答えるのみ。押してまいる。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。この前に立った不運を恨め。悔しいが、ここまでか。お見事と申し上げておきましょう。うつけごときがいかに手を尽くそうとも余には勝てぬ。それが乱世の断りよ。もはや残された道はただ一つ。俺の手で吉本を撃つ。開門。つけ目出てきおったか。皆の者、あの不届き者を撃ち取れ。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが
今川は微塵も揺るがぬわ。この義元に勝とうなど長子千万、両方うぬの力の差思い知るがよいわ。やってみろ、俺は必ずお前を超え、なんせの断りを壊し尽くすと決めたのだ。この首、いや、ラスヤスとは渡さんぞ。まだだ、こんなところで終わってたまるか。あがき、いや、急速に噛まれたくなく気を抜かず攻め立てよう。天下無双の余事、この義元にこそふさわしい。気にしては上々の戦ぶりであった。所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。これで終わりは我らのもの。都への道、一歩近づいたの。ええ、おじさまが上洛なさる日も近うございますわね。とはいえ、美濃の斎藤、近江の浅井、六角、未だ道は険しいかと。バカね、斎藤義達なんて脅せばすぐに従うわよ。近江もそう、おじさまのため道を開けるに決まってるわ。ご上洛を果たしたらいよいよ、天下は覇者の降臨を待っておる。その期待に応えねばなるまいな。この先も大変なことになりそうだ。